Je me veux perdre tout que ça va dans le ciel de ma vie. Make me some breakfast. I'm hungry. Pour faire tout ce qu'on fait. Grab my keys, grab my purse, grab my jacket off the work. Been all your smile, your peace, your
you're back down. It sounds true, not creepy. ゼオン教フェスといえばちょっとネオソウルバンドというイメージがございましてですね、今回もちょっとジル・スコットっていう、ね、ネオソウルバンド、あ、全部じゃない、まあネオソウルバンドということでね、やってます。はい、ね、ちょっとね、わけわかんないリズムとか多くてちょっと苦戦したんですけども、はい、なんとかね、やっております。はい、そういうことがないな。あ、大喜利、いや、大喜利だとちょっと、なんかね、なんだ、なんか嫌なんでしょ。なんか大喜利だと、なんかこの間言ってたじゃん、大喜利だと、なんかちょっと先輩たちにパクリになっちゃうから、ちょっと違うので、構成的な。うん。うん、どうする？整ってない？次の MC でやってくれるかもしれませんね、部長がね。そうじゃん、お前バンマスじゃん、お前喋れ。あ、おはようございます、おはようございますじゃない、こんばんは。あ、やばい。いや、人前喋るの恥ずかしいわ。可愛くねえじゃん。まあ、あの自分そうなんですよ、なんかこんなキャラでなんか部長やってるみたいな。はい、次やって。はい、もう老害だ、もうじゃあやりますよ、次喋りますよ。喋って喋って。え、もうだる。まああの一応自分こんないじわキャラなんですけど、部長やってるんですけど、なんかどうだったの。いや、なんかもうああいう部員の人とかがすごい罵られて、なんか心が痛いです、いつも。優しくしてください、飲み会とかで。え、喜んでる、それは秘密だ。
あ、じゃあ次行きます。これ以上喋ると品名がまた増えちゃうので、ちょっと、はい、次の曲やりたいと思います。シミ毛みたいなところありますよね、確かに有名人なのでね。ちょっとじゃあ顔が広い。こんにちは。どうもこんにちは。ちょっと暑いっすね。これなんか何か言うことありますか、ミジャズとして。なんかシミ毛、この服実はあの中3ぐらいから着てるんですよ、ずっと同じの。中2、なんかオーストラリアで買ったみたいな。中2の修学旅行で買った服をちょっとずっと着てるわけじゃないんですけど、あのそう、中2から大学3年生のうちにすごい太ってんのになぜかこの服はずっと入るっていう。僕と一緒にずっと大きくなってくれたのかな。まあその成長の証を皆さんに見せたくて今日来てきました。以上です。さすがですね、清水さんはね、やっぱりね、西田さんの顔なだけありますね。はい。はい、ちょっと次で最後の曲になるんですけども、最後の曲はね、まあ、このちょっと自分はちょっとなんかニジャズ見に来るとよくいるやつだなと思うかもしれないんですけど、ちょっとこのボーカル今コーラスやってもらったんですけども、まあ今年からね、ちょっとね、前回ちょっとあのラッキーセブンゴールドの時にちょっと紹介しようかなと思ったんですけどもね、ちょっと紹介できなかったんで、せっかくなのでちょっとね、打ち上げも来れないみたいなことでちょっとね、はい、あのおさむくんとね、いくらちゃんですね、よろしくお願いします。これからちょっとね、僕ばっかじゃなくて他の人も見れるかなと思いますので、はい、楽しみにしててください。はい、
はい、そんなわけで次は3人リードでやりますので、ね、最後の曲ちょっと明るめで終わりたいと思っております。はい、じゃあやりますかね。はい、じゃあやります。次で最後の曲になります。リボマネージャーズ研究会ジル・スコットランドでした。ありがとうございました。You're not happy to write this in a press, I'm like, oh, hey, hey. Just you are.